な何してらっしゃるんですかそれ。これ、ええ、これ風車の棒なの。風車の棒を切ってるんですか。ええ、お仕事で。いや、あのボランティアっていうか道楽で。あ、道楽でちょっと見せてもらっていいですか。いや、そちらで。あ、そ、じゃ、こっちか。こちらですね。あらら、すいませんね。どんな風車を作っているんでしょう。あ、どうぞ。あれ、いつもこんなところでやってるんですよ。これそうだ作ってらっしゃるの、これ。そうです。これ風車、うん、風車って、これあまり見たことないですよ。買ってるでしょ。うちわなんですね。ちっちゃいうちわを8枚こうくっつけたっていう。はあ、ほんとよく回りますねこれね。矢島さんが作っているのは、江戸時代に雑司ヶ谷の岸門人でお土産として売られていた風車。定年退職後、生まれ育った雑司ヶ谷の歴史に興味を持ち、昔の文献や浮世絵を頼りに復元に取り組み始めたんだそうです。風車の材料や大きさ、羽の角度などは浮世絵を見て推測。帰り道、急げば回る風車。当時の川柳にもこのように詠まれています。都電荒川線の旅、お次は